にちは、みきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画は国内最速のレンタルサーバーコノハウィングの提供でお送りしていきます。リリアンではキャンバ講座やインスタグラム講座などスキルアップを応援する講座をご用意しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日のテーマはインスタグラム最新アップデート5000というテーマでお送りしていきます。みきみきウェブスクールではインスタグラムのフォロワーの伸ばし方、インサイトの見方、リールの作り方などインスタグラム関連の動画いろいろ配信しています。気になる方はね、こちらの動画もぜひ見てみてください。そしてお仕事でインスタグラムのアカウントを運用していきたい人向けにインスタグラム講座もやっています。こちらも気になる方は概要欄をチェックしてみてください。はい、で本日ご紹介していくインスタグラムの最新アップデート5つなんですけども、リール、ストーリーズ、投稿、この3つのカテゴリーに分けてご紹介をしていきます。インスタグラムのアップデートはユーザーに順次反映されていくので、もしかしたら見え方が違ったり、まだアップデートされていないかもしれないんですけども、ぜひね、チェックしてみてください。まず最初にリールのアップデート3つをご紹介していきます。1つ目、リールの投稿時間90秒もアップできるようになりました。今までリールの長さは最長で60秒だったんですけども、今回のアップデートで90秒になったんです。こちらの60秒というところを押してあげると、15秒の動画なのか、30秒の動画なのか、60秒、90秒というふうに選べるようになっています。そしてアップデート2つ目が、テンプレートで簡単にリールを作れるようになったんです。今までリールの作り方についてはこちらの動画でもご紹介をしていたんですけども、音楽を探したり、違う動画編集で動画を組み合わせたり、結構大変でハードルが高かったんですけども、この虫眼鏡を押します。そして何かリール動画を押してみます。そうするとテンプレートを使用っていう風に出ているので、この楽曲いいな、このリール動画すごいいいなと思ったら、この画像の切り替えと音楽を使って簡単にリール動画を作ることができるんです。メディアを追加っていうのを押して、自分のカメラロールにある動画を選択するだけです。適当に動画を選択していきます。そして次へっていう風にすると、こんな感じでもう勝手にインスタグラムがリール動画を自動生成してくれるんです。これすごく便利ですよね。どこかの動画の中で、あ、ここ使ってほしいなっていう時は動画を選択してあげます。そうするとどの部分を使用するかっていうのを選ぶことができるんです。ここで完了というふうにすると、動画の中で表示する場所っていうのを変えることができます。またですね、順番を入れ替えたいときは動画を長押しするとゆらゆらと揺れるので、その状態でぐるっと入れ替えてあげると動画の順番を入れ替えることができます。動画をちょっとここ変えたいなっていうときは選択してメディアを変更っていうふうにすると、違う動画と差し替えることもできます。はい、これで完了っていう風にすると、簡単に音楽に合わせたおしゃれなリール動画っていうのを作ることができるんです。そして次へっていう風にしてシェアをしていきましょう。そしてリール動画にアンケートだったりスタンプをつけれるようになりました。今リール動画を作りました。ここのシールマークを押していきましょう。はい、そうするとアンケートだったりとかクイズ、そしてスライダーを入れることができます。でアンケートっていう風に押すと、行きたくなったとか、こういう風にアンケートを入れることができたりとか、あとはここはどこでしょうみたいなクイズを入れることができたりとか、スライダーをつけることができたりとか、あとはこういうスタンプなんかも入れることができます。はい、こちらがですね、インスタグラムリールの最新アップデート3つでした。テンプレートでリール動画を作れるようになったのがかなり便利なので、ぜひね、使ってみてください。そして次がストーリーズのアップデートです。絵文字リアクションができるようになりました。例えばストーリーズアップしたい際にこの顔マークを押していきます。そうすると真ん中に吹き出しの絵文字があります。これを押してあげます。リアクションスタンプっていうのをストーリーズに載せることができるんです。もちろんこれ絵文字も変えれます。プラスっていう風にしてあげるといろんな絵文字が出てくるので、例えばこれ犬っていう風にして完了っていう風にするとストーリーズにリアクションスタンプを追加することができます。フォロワーの方にリアクションをしてもらうとエンゲージが高く、今後のストーリーズっていうのもリーチしやすくなります。とにかく反応してもらうということが大切なので、やりすぎは良くないんですけども、このスタンプはぜひ活用していてほしいです。私もお出かけアカウントを運用しているんですけども、例えばこんなところいいよ、こんな風にあるよっていう風にストーリーで紹介していって、
最後にここに行きたいと思ったらこの絵文字を押してねってアップしています。そうすると最後に行きたいと思ったフォロワーさんの方がピッと押してくれてエンゲージがアップして今後のストーリーズっていうのもフォロワーさんに届きやすくなります。ぜひこのスタンプっていうのも活用していってみてください。そして最後が投稿のアップデートです。インスタ投稿がプロフィールに固定できるようになりました。TikTok だったり Twitter っていうのは自分が好きな投稿っていうのをトップに固定することができます。これが今回のアップデートで Instagram もできるようになりました。例えば自分の投稿の中でエンゲージがすごい高い投稿があったとします。例えばこの投稿を選択して上の3つ星を押します。そうするとプロフィールに固定っていうのが出てくるのでこれを押してあげます。そうすると固定しましたっていうことで見てみると、はい、一番上に固定されました。そして上にはピンマークがついています。これは3つまで投稿を固定することができます。固定することのメリットとしてはアカウントを見つけてくれた人がプロフィールを見て投稿を見た時にエンゲージメントが高い投稿が上にある方がフォロー率っていうのは上がります。なので投稿の中でリーチ率が高い投稿っていうのを上の方に固定しておくと伸びやすいアカウントっていうのを作ることができます。でこれ固定を解除したい時はもう一回投稿を選択して3つポチを押します。そしてプロフィールから固定解除っていう風にするとはい固定を解除することができます。今日はインスタグラムの最新アップデート5つをご紹介していきました。使ってみたい機能はあったでしょうか。こちらの動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画は国内最速のレンタルサーバーコノハミングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。